おお、うん、と伸びることに集中してスッと伸びたまま、おお、来た来た来た、おお、来た、おお、小艇だとどう？ああ、小艇だと、はい、これも一緒だってことですか？そうです。はい、行きます。うおっと、倒れたね。すいません。いや、全然大丈夫です。強いっすね。大丈夫ですか？手首痛めたりしないですかね？あ、うまくいくとここにあんまり帰ってこない。あ、へえ。こうめり込むような感じになってきます。これ、この姿勢一緒で、これで、はい、こういくって感じですか？はい。腕の力はこれ、なるべく抜いた方がいいです。あ、抜いて、はい、はい、分かりました。じゃあ、いきます。はい、力抜いて、あ、ごめんなさい、はい、すいません、すいません。おお、ちょっと抜きます。はい、おお、あもう どうですか。いや、これ多分もともとの体も強いですので、そのそこのスイッチがちょっと入るとやばいですね。ここで、あの、北川さん、よろしければテイスティングを。テイスティングですか？システムは VS で。おー、焦点、いいですね。はい、普通、そのビフォーアフターで、はい、ここを、ああ、普通に、はい、このまま、はい、こっちに行かせます。はい、ああ、これでも十分強い。そうでもね。十分強い。はい、さっきの、終結式で、はい、はい。先生、見て、はい、大丈夫ですか？はい、膝は柔らかくなります。はい。おお、いや、全然こう衝撃の弾け方っていうか、うん、全然違いますね。あ、このあとこうあとの腕の伸び具合が全然違ってくるから、あ、伸ばすことで、はい、さっき頭突きとかでも結局一緒なんですけど、うん、これがここであろうと頭突きにしましょう。はい、こうこう、これであっても一緒なんです。ちょっといきますね。はい、何？ここでもここでもここでもあんまり変わらなくて、はいはいはい、え、ほ、いや、大げさに吹っ飛びましたね。いやいや、大げさじゃない、大げさじゃない、めちゃくちゃ強いよ。え、あの距離で頭突きであんななります？ですので、当たりで言えばですね、もうこうプロレスでこういうドーンっていうのあるかもわからないですよ。例えば何も考えずに両肩、両手でバッて私を突き飛ばしていただいて、何も考えずに、はい、まず普通に普通の身体操作で、身体操作、はい、思いっきり、思いっきり、はい、おお、強い、強いです。で、これにそこを仕込みます、はい、今の姿勢を、はい、仕込みます、はい、ちょっとイメージしやすくするためにはこう手を、こう後頭部をね、自分でクッと引っ張り上げるんです、はい、この伸びを、伸びた感覚を維持して肩を柔らかく下ろします。はい、で、膝柔らかく、これでここです。はい、おお、全然違います。やばい、これ事故みたいです。ほんとにやばい、全然違う。これで、走りながらっていうのはどういう風にしたんですか？あ、走り、はい、今ここもこの場じゃないですか？はい、でもやっぱこう、このぐらいの距離とってこうステップを踏んでから、はい、これもですね、これもやっぱりもう柔らかくいってトンっていう柔らかく、はい、力抜いて、はい、おお、おお、電撃的ですね。じゃあせっかくリングなんでロープアップしてから一発やってもいいですか？はい、僕衝撃全部吸収して危なくないですか？よーし、おお、これは人間は耐えられない。感覚は分かりますよ。今できてました？できはもうめちゃくちゃできてますね。あ、そうですか。理解に苦しますよ、まず。そうですね。この習って10分じゃないですか。はい、こんなに変わるんだっていうね。やっぱ今まで教わってきたことって、パンチで構えるときはやっぱりちょっとだけ丸めてこのままつけっていう教わり方じゃないですか、はい、で体重もこっちに乗せてっていう感じなんですけど、うんうん、それをここの筋肉をね使うためにこう上げるっていうのはまずその技術を教わったことなかったんで、はい、でもそれだけでちょっと全然違うんだなって
うわ、こんな変わると思わなかった。ね、変わり方早いですよ。早い。あ、めちゃくちゃ。あの藤原先生とお付き合いしてからいろんな人のね、指導とかちょっと見てますけれども、まあ、早いですよね。あ、うん、早い。ちょっと えげつないですね。ね、また俺ね、レスラーとしてもレベルアップしちゃったよね。こんな技術ね、多分レスラーで知ってるやついねえじゃん。もうこれ俺チャンピオン確定だな。ということで、いや先生今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。おい、てめえらクソ野郎ども、またチャンピオンに返り咲く剣を。そして今日ね、来た各部門の達人たちの先生たち、俺たちに、ね、ついてこい。剣豪じゃんけん、じゃんけん、はい。